イオンは2011年から2019年まで現代自動車が製造・販売していた A セグメント級のシティカーである。インドで生産が行われ、フィリピン、ベトナム、中南米諸国などの新興市場へ輸出されていた。2011年にヒュンダイサントロ、アトスプライムの後継車種として登場したが、2018年に登場した後継車種は再びサントロ、 アトスの社名を使用している。開発コード名派。インド市場での最良反射種である、マルチスズキのアルト系10やアルト800の対抗車種として、ヒュンダイの南洋技術研究所にて開発された。ヒュンダイのラインナップでは既存のサントロや i10 より、さらに下位に位置する新たなエントリーモデルとなる。スタイリングは、 近年のヒュンダイ社の例に漏れず古いリック、スカルプチャーデザイン言語にのっとったものとなっている。エンジンは、新開発の直列3気筒級バルブサイチェ C814CC エンジンが搭載される。最高出力、最大トルクは、それぞれ56 2馬力、5500rpm、7.6kgm、4000rpm となる。燃費は 21.1km。 L で、アルト系1 0の 20.2kmL、アルトの 19.7kmL、スパークの 18.0kmL を上回る。インド向けの車両には、エアバッグ、全席シートベルトプリテンショナー、ABS などの安全装備がなく、グローバルキャブが公表した衝突安全テストでは、成人乗員保護性能の評価が最低の星ゼロになった。 価格は地域によって異なるがデリーでは269,999ルピーという設定がなされている。ヒュンダイモーターインディアでは、イオンの年間販売目標を15万台としている。ありがとうございます。